南カリフォルニアでのプロジェクト、真夏の夜のシンフォニー、ニューヨーク市でのプロジェクト、音楽劇場連邦音楽計画は、ニューディール制作機のアメリカ合衆国で、公共事業促進局が推進した、芸術家救済プログラム、フェデラルワンの一部である。大恐慌で失業した、作曲家や指揮者の雇用を目的としていた。FMP は1935年7月に始まって、 1939年に終了した。FMP が始まる前の音楽会は大恐慌によって混乱した状況に陥っていた。それに対して FMP は数千回のコンサートを上演し、音楽教室を提供し、作曲家たちのフォーラムを組織し、音楽祭を主催し、34のオーケストラを創設した。また FMP の職員は民謡の調査を行い、 現在でいう音楽民族学に貢献した。その目的は、様々なジャンルの音楽家たちに職を与え、お互いに音楽を教え合うことで芸術を創造して、国民を教育することであった。監督には、クリーブランド管弦楽団の指揮者であった、ニコライソコロフが就任し、その下に5人の地域監督、23人の州監督、5人の管理官がいた。このプロジェクトは、 経済的に困難な時期の国民に安らぎを与えるものだった。コンサートは定料金または無料で行われ、経済的に困難な大人や子供たちが音楽教育を受ける機会も作られた。その結果、人々にとって音楽はより身近なものとなり、アマチュア音楽家のレベルも向上していった。当初は、 新しい音楽の創造ということまでは考えられていなかったが、1937年にチャールズ・シーガーが副監督に就任すると多くの種類の音楽が生み出されていった。シーガーには FMP は誰もが音楽に関心を持つようになるための役割を果たすべきだという待望があった。1939年 FMP は他のプロジェクトと同様に議会から 財源の枯渇を理由に予算が削減された。同年に FMP は WP 音楽計画と解消されたが、最終的に1943年に終了した。ありがとうございます。